理解できない。そうか、起きてたか。状況は分かってるな。今に集まってる。行くぞ。ふん、遅いな。敵は人だ。この一帯を包囲している。逃げることはできそうにないか。撃退するしか選択肢がない。都合よく現れてくれるもんだ。ついでに鏡も奪ってやろうぜ。また会いましたね、皆さん。当然、妖の鏡を奪い。で、降参します、渡しますとでも言うと思ったのか？まさか。あなた方の性質は正しく把握していますよ。どこまでも愚か。いいだろう。ちょうど血が見たいと思っていた。雄一、お前は下がってろ。なんか変だぞ。小村雄一さん、あなたの力は未知数だな。あなたがその力をコントロールできていないことは明白。この靴衆には勝てるはずもない。貴様、今鏡を持っているか？だとしたら何だぞ。人、魔。人と魔の間に立つもの。もう十分か。
死にたいようですね。人形遊びに付き合う暇はない。なんだ今の。これは話術なのか。人間よ、我が手中で踊れ。なんと間の悪い。今度はニールか。ニール、なぜ。まあいい、では皆もろともに死になさい。まずい。これで終わりか。これで終わりかと聞いた。吹き飛べ。なるほど、少々こちらの分が悪いようですが、出直しましょう。無駄なこと。一つ忠告しておきましょう。スッシュはあなたが思っている以上の力を秘めて、これは人が手にした神をほふるための道具。あなたも死ぬがいい。滅べ。遅かったな。後ろに。こいつはニールの仲間、敵ってことだ。ニールとか言ったな。目的は何だ。人を滅ぼすこと。
そのために鏡がいる。鏡を渡せ。お前は観察の対象だった。それだけだ。やっぱり気に入らねえよ、お前。戦う前に一つ聞かせろ。お前の力があれば最初からクス刺繍を撃退できた。そうだな。ああ、俺の仲間が傷ついていくのを黙って見てたって言うんだな。その通りだな。この何者だ。我が名は鏡を渡せ。我々の目的はお前たちを殺すことではなく、人を滅ぼすことだ。愚かしいモナド。ロゴスの誇りはここまで地に落ちていたのか。ロゴスのものなのだろう。などともあろうものが。あの野郎、何する気だ。今助ける。見て。何故人間に加担する。貴様らには一生わかるまい。ロゴスの聖女、お前ならば理解できると思っていたが。悪しき者の手が光をつかむことなく
その手はただ暗い闇をつかむ。聖女の前にはいかなる力も己を貫く剣となり、悪しき者は罪に落ちろ。これは呪歌か。面白い。長くおそばを離れ申し訳ありませんでした。お前が無事ならそれでいい。久しぶりね。アリア様を守ってくれてありがとう。一年前は敵同士だったけど今は次から次へとどうなってんだ。ちくしょう。だからどうした。後ろにいろ。アリア様、後ろに。どうするつもりだ。知らねえ。それでもなんとかするしかねえんだよ。ほう。なぜ。ああ、あいつの言葉を信用する気かよ。お前、わかった。お前のしたいようにするといい。まだ人のために戦おうというのか。いいだろう。ならばお前たちに真実を見せる。なんだ。逃げろ。